だからね、お願いなの。そりゃ、引き受けてあげたいのは山々だけど。でも、このままだと桐生の音楽、どんどん力がなくなっちゃうから。と言われてもね。見知らぬ数人の男に捕まったんだってさ。だけど担ぎ上げられて運ばれただけで何もなかったんだって。ああ、それでね、それでさ、それで知ったことじゃないでしょ。これは私とリリスの問題なの。別にあんたのことなんか話してないわよ。ちょっと自意識過剰じゃない。何よ、暴力振るおうっての。やるならやりなさいよ。
悪いと思ってる？じゃあ許してあげる。内緒って約束したから教えられないよ。分かった。キリュウがそこまで言うならリリス教えてあげる。知らないだけだよ。ルミネの弾くピアノの音ってとっても力があるんだから。そうよ、私はリリス。
キリュウさん。私が良い直し方を教えてあげましょうか。私の力を貸してあげましょう。あなたのスランプはあなたの自信の喪失の表れ。だからコンクールで優勝することでそれを取り除くのです。安心してください。私はあなたの力を増幅してあなたの奏でる音楽がより力を発揮できるよう仕向けるだけです。私があなたに力を貸してもそれは私の力ではなくあなたの力で勝つことなのですから自信を持ってよいのです。どうですか、私と契約を結びますか。